彦坂直義です。あの峰小学校って横浜の峰小学校のバス停の前に、こういう建物がありまして、逆光になっているのでよく見えないかもしれませんけど、景観様式ってあのモダニズムの建築っていうのは屋根が平らなんですけど、その上にあの伝統的な三角屋根の、家を屋根を乗せちゃったのを景観様式って言いますけど、これは景観様式で作った集合住宅っていうかアパートですね。でこれ、まあ、わざわざ取る理由っていうのは、小坂の格付けで言いますとこれ51から100まであるということなんですね。でつまり近代っていうのは実はその、グリーンバーグの言葉を使うと、前衛とアバンギャルドと、キッチュっていう、まあ、通俗表現っていうことですけど、それにその二分して割れたわけですね。で近代っていうのは実は2つあって、アメリカ型のつまり自由主義の近代と、ソビエト的なつまり計画経済による近代が2つありまして、美意識も2つに割れるんですね。それでこの、51から100というのがソビエトなんかにあるプロレタリー美術とかプロレタリーアート、そして同時に社会主義、の社会主義の建築っていうもので、これが51から100なんです。でまあ日本の横浜の中にこういうふうに51から100が出現してるっていう面白さを今撮ってるんですけども、まあ、50から100っていうのだから、まあ、アバンギャルドの方から見ると、通俗でキッチュ で、まあ、悪の世界なわけですね。グリーンバーグ的には悪の世界で、前衛抽象美術というのは善の世界なわけですね。だから建築で言えばモダニズム建築というものが善の世界なんですね。だからこれは悪の世界なんですね。まあ、実際、ちょっとかなりおどろおどろしいものでありまして、まあなるほどというかな、今の日本って、まあ、実はこういうふうに51から100がたくさん出現してきてくる時代なんですけども、そういうものが集合住宅にもなっているという今日面白さでありました。